自衛隊機でウクライナ支援へ日本政府。日本テレビによりますと、日本政府がウクライナを支援するため、自衛隊の輸送機をウクライナや周辺国に派遣する方向で最終調整していることが明らかになりました。こちら、PKO 法に基づき、国連難民高等弁務官事務所の要請で、人道的な国際救援活動として支援物資を輸送する模様です。 また13日に岸防衛大臣とウクライナの国防大臣が会談しており、ウクライナ政府が何らかの支援を要請した可能性もございますが、さらにヨーロッパの国々がウクライナに対して様々な装備を提供しておりますので、こういった装備を輸送するニーズもかなりあるものと思われます。日本政府には輸送機を派遣するのであれば、例えば、 ウクライナ国内と周辺国で輸送機の運用を変えるなどし、柔軟に運用していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。